では、ここからは後編、小澤さんよろしいでしょうか。はい、後編は、文化、プライベート、ピッチの外での質問について答えるということで、145件質問いただきました。その中からミッシーが、夜なべして心を込めて選んだ質問10あります。最初、ペンネーム東さん、東さんですよ、サッカーと出会ったきっかけを教えてくださいという質問です。僕は小学校の4年生からかサッカー始めたんですけど、はい、まあ、僕の幼い頃は全然サッカーよりも野球やってる子、野球チームの方が多かったんで、はい、周りはみんな野球やってたんですけど、たまたまその小3の終わりぐらいに仲良くしてた林くんがサッカーをに入ったので僕も一緒に釣られて入って、でも林くん、ハッくんはソロ版があるからってすぐやめちゃったんですけど、僕は面白くて同じ小学校の仲間がいなくなって一人だけになったんですけども、一人で残ってやってたっていうのがきっかけですね。ひょんなことですね。面白いですね。僕は身の回り の, あの少年たちはサッカーずっとやっぱ小学校時代やっていて、みんな僕より上手かったので、僕はいつしかこう離れて虫取ったり図書館にこもる少年に変わっていってドロップアウトしていった口なんですけど、まさか彼らよりも長く自分がサッカーの仕事をすることになるとは思いもしなかったので、回り道って面白いなと思いますけど ね。確かに小澤さんが、子供の頃ともテレビでサッカー中継はありましたか？なかったんですよ。でそれこそ関西はテレビ東京も映らないんですよね。テレビ大阪も僕京都なんでKBS 京都しか映らなかったんで、だからね、こうなかなか本当見る機会がなくて、ね、本当にちっちゃい頃はサッカーマガジンとかのたまに親に買ってもらって、ヨーロッパのフットボール、僕は幼い頃は本当ファンバステンが好きだったんですけど、 でもユーロの決勝のソ連戦のスーパーボレーゴールなんて実際に映像見たことなかったんで、写真とかで見てイメージを膨らませてたっていうような少年時代でしたし、ようやく映像で見るようになったのが90年大会からだったんで、まあ、そこのあのイタリア大会の試合はかなりビデオにとって、あの時は本当イタリア代表ガバッチョが出始めとか、そうですね、大好きで、もう本当擦り切れるほど見ましたね。擦り切れるほど何かに夢中になった経験って大事ですよね。そうですよね。だから1試合を、まあ、今なんて本当に2回見るとか、まあ、仕事でありますけど、それこそね、こうその同じ試合を15回とか20回ぐらい見ることなんてないじゃないですか。どんどん試合が あるので、でもやっぱそういうことができた時代なんで、まあ、この次何が起こるとか誰がボールを触るとかって多分覚えてますね、今でもね、あの辺の大会だと。まあ、今はもうすでに J リーグがあって、うん、ワールドカップも常連になった日本代表の時代なんだけど、そんな時だからこそ何かこう渇きを見つけるっていうことは、こう何か夢中になれるきっかけになるんじゃないですかね。そうですね、いろんな出会いがあります。出会いが遅すぎるということはないので、素敵なサッカーの待ち伏せに出会ってほしいなと思います。2つ目、ペンネーム後ろからモドリッチいいですね、お二人今までに会ったサッカー選手で一番いい匂いがした選手は誰ですか？これはあのどうなんですかね、具体的に匂いのことをおっしゃってるのか哲学的な意味なのか分かんないんだけど、こうなんかこういう質問はどうだっていうふうに投げかけられた感じがする。でも僕はいい選手の条件はいい匂いがすることだと思ってるので、匂いっていうのはだから今あの本当のクンクンする匂いなのか、それともこうなんていうかこうなゴールの匂いがするとか嗅覚がするっていう哲学的なこう感覚的な意味もあるじゃないですか。おさっさんが言うそのいい匂いの紹介、単純に高いいい香水を使ってるっていう意味なの。そうなんだ、はい、僕はそういう定義なんですいません。でもサッカー選手いい匂いしますよね、みんなね。いや、ヨーロッパで僕現地で取材してた時は、まあ僕はそのラリーがメインでやっぱり取材してたので、あの僕が今まで一番あった中で一番いい匂い香水をしたのは、まあ、あのピレスですね、ビジャレル時代の、まあ、彼は本当に試合後 あのミックスゾーンとかでいい匂い漂わせてましたし、はい、あとそこで言うと間違いなくネスタとかマルディニに匂いするだろうなと思いながら常に見てました確かにそうですよね、
あのそれで言うとスタジアムで一番いい匂いがするのはユベントススタジアム。香水の匂いがするんですよ、普通に歩いてても。そうなんですか。あの場内っていうか、あのスタッフが入ってくる通路とか中の話ですけどね、うん、そのあの観客席じゃなくて、うん、あのこう取材で入った途端に、えこのスタジアムはなんでこんないい匂いがするの、うん、香水がやっぱこうフレグランス気を使っているし、お花がそこら中に飾ってあるって、うん、あこんなスタジアムあるんだっていうふうに僕思いましたけどね。おいいな、行ってみたいな、ね、匂い大事ですよね。はい、はい、3つ目、ペンネームケイヒロファミリーさん、いつも楽しく拝聴させていただいています。聞いてくださってるんですね。現在小学校4年生のサッカーコーチをしております。ラリーガの育成プロセスにおいて小学生世代へのティーチングとして重点を置いている点とその理由や背景などがあればお聞かせくださいということで、育成についての小沢さん、これは質問ですが、はい、まあティーチングで重点を置いてる点って、まあ、クラブによって異なったりはするんで、はい、一概にこれとは言えないんですけど、あまりそのこういう指導とかっていうのはなんかあんまり実はないんですよね。普通にサッカーさせてますっていうのが回答かなっていうぐらいに、やっぱり環境が整備されてますと、もうそのスペインの場合だいたい 5,6 歳からサッカー始める、まあ、その年代からもう階層化されたレベル分けされたリーグ戦が整っているの で、まあ普通に週末に向けて練習をして、で試合をしていけば、まあ勝手に上手くなるし、上手い子は上にどんどん引き上がっていくし、まあ上に行けなければ自分のレベルに合った、ね、こうリーグチームでプレーしていくしっていうところで、だから大体そのどこのリーグのどのチームに所属してますで自分の現在地が測れるので、そういう環境が日本でも早く整えばいいかなと思ってますね。だからまあラリーがトップでやられてることと全く一緒ですよね。まあレアルマドリーバルサでプレーできるんだったらそれだけ、そのそういうぐらいのトップだねと、まあ逆にそうじゃないもうちょっと中堅どころだともう一歩だねみたいなところが評価できるじゃないですか。我々世界中評価できると思うんですけど、それが小学年代からそういうことがなされているので、まあ、だからあんまりこう際立ったなんか小学低学年はとにかくドリブルで相手を抜けるように個人を磨こうとか、なんかそんな、なんか日本だとそういうことがなんか際立った指導とか、ね、キャッチーな言葉が踊っちゃうんですけど、まあそういうのがないなというところは、環境とかそういうリーグ戦のシステムなのかなというふうには思うので、まあそこを早く整備した方が日本も一番の強化になるんじゃないかなとずっと思ってますし、ずっと言ってます。ね、僕あのマラガに行った時にあの子供たちのサッカーを見る機会があったんですよ、うん、であの年齢ごとにきっちりカテゴライズされているんですけども、あのその中でやっぱり一日に一つ大きな試合っていうのを中でやろうっていう試みをしていて、その中に年齢やっぱ飛び級の子を何人か入れてると、うん、やっぱり大きな体の子の戦い方、その大きな体の子に対してどう戦うか挑むかっていう子どもたちっていうその工夫みたいなものが毎回見られて、であの子がうまいんだ、うん、あの子がこれから上に行くよっていうのを周りに大人たちがちゃんとそういう目で見ていて、で厳しいファールがあったりすると立ちなさいっていうことも言うし、そんなファールをしちゃダメだって大人がちゃんとそのリテラシーを持った目線でこう接しているので、危ないことがもう起こらないっていう状況になっているっていう、ここのね、あの全体のレベルの高さっていうことが僕は羨ましかったです。うん、そういうのあるかもしれないですね。まあ、そういうところも含めてね、あの、うん、今子どもたちを指導している人たちはサッカーがやっぱ面白いんだっていうに子どもたちでも思えるように指導してあげてほしいなと思います。うん、はい、ね、さて、4つ目の質問です。トットコさん、はい、サッカーを戦術的に見る練習として同じ試合を複数回見るのと、それとも異なる試合を数種類見るの、どちらがおすすめでしょうかという質問です。うん、どっちがいいか、2社だと難しいかな。できればある程度いろんな試合を見ながら、この試合は勉強になるなっていう試合は深掘りして何回か見てほしいなというのが僕なりの回答ですかね。で、まあ結論で言うと、多分いろいろ見て頭にとにかくいろんな試合を見まくるよりも、勉強になる試合をしっかり見て
その現象を捉えていった方が戦術的に見る訓練にはなると思うので、まあ本とかでも乱読するのもいいんですけど、やっぱり古典を一つねこう読み込むっていうのは重要だと思うので、どちらかというとそっち寄りの回答には僕はなりますかね。両方大事ですもんね、うん、両方大事なんで、どっちかっていうと、うん、結論出ないんですが、まあ、どちらかというとやっぱりいい試合をこう何回か見てもらう方が戦術的に見る練習にはなるかなと思います。確かに、うん、実況者的に言うと、うん、いい試合をとにかく数見るっていうのがやっぱ大事だと思います、うん、やっぱ10試合しか見ていない実況者と、うん、1000試合見た実況者は技術の差があったとしても、うん、見る目は必ず変わってしまうので、うんうん、1000試合見るということが大事かなっていうふうに、うん、なるほど、はい。5番目の質問、ペンネームモリシさんからいただきました。スペインではマドリ寄りのジャーナリスト、バルサ寄りのジャーナリスト、中立のジャーナリストもいて、うまくバランスが取れていると思います、うん、日本では母数、分母ということですね、うん、ジャーナリストは完全に中立でないと少ないので、分母が少ないのでジャーナリストが完全に中立でないといけないという風潮がある気がしています、うん、個人的にはもっとそれぞれの個性が出てもいい気がしますが、お二人はどう思われますかという質問です。そうですね、僕はおっしゃる通りで、別に個性は出してもいいのかなと、色はどうしても出ると思うので、うん、まあそこは完全に中立、完全に中立も難しいと僕は思ってるので、まあ、できる限り中立に努める時もありますけれども、やっぱりより個性が出て、そのね、こうジャーナリストの色とか魅力が出る方が最終的にはいいんじゃないかなっていう風なスタンスで僕は仕事はしてますね、うん、まあ、偏った、ね、見方をしてはいけないと思うので、うん、まずこう共通のいろんな情報であったりリテラシーを持つという上で、その上での個性であったり差別化ということが大事だと思うんですが、背景としてこう雇い主の気概とか、うん、僕らのジャーナリストとしての気概として、うん、まあどうなんでしょう、今こういう時代だからっていうことをこう読んでしまうと、まあ、うまくやれることもあるし、話をつまらなくしてしまうこともこうなかなかある、うん、大事なことっていうのはこうみんながその個性を認め合って、多様性を認め合って、うん、面白い楽しいっていうことが大事なんじゃないですかね、うんうん、そうですね。で、まあ、あとサッカーは確かにエンターテインメントなんですけど、はい、一つのクラブ好きだとやっぱりそのクラブがのいいところしかなかなか摂取したくない、消費したくないっていう方今多くなってると思うんですけど、でもダメなところも含めて好きだと僕は思うので、ダメな時はダメって言ってあげるジャーナリストであったりメディアの方がいいのかなと思ってるので、まあダメなところに目をつぶることなくダメも叩ける許容であったり文化の方が豊かかなと思いますね。手がかかる子供の方が可愛いとか印象に残るっていうこともありますから ね、うん、そうですそうです、ね、バレンシアがいろいろある、アヤックスまた選手打ったあーっていうのを含めてそれも愛情だった。本当に僕も最近バレンシアの情報も見たくもないんでなかなか摂取しないですけど、まあそれも含めて好きなんだろうなって諦めてますよ、ね、あでもよくわかりますよ、僕も秘密裏にまた選手がいなくなっていくと思いながら、もうだからオランダの情報ってもう確定しかねほとんど出てこないですよ最近は。なるほど。それはさ、なんかたくさんありすぎて書くのも嫌だっていうのが多くて、うん、あだから結果としてオフィシャルまで待つっていうのは多くて、ね、でそれに対してもう心の準備は常にしておくという感じですかね。なるほどね。そうだからそういうふうに愛してあげてください、うん、はいはい。6つ目ペンネーム、マドリディスタ建築学生さんからいただきました、うん、現在大学の設計の講義で、日本のメインスタジアムなるものを設計しています、うん、そこでお二人があったらいいなと考える特徴的な設備機能などはありますかという質問です、うん、スタジアムのでってことですもんね。そうですね、うん、なんだろう、これね僕あるんですよ。おお、何でしょう。これはね、これ中継に特化スタジアム、中継特化したスタジアム、つまりここのカメラアングルが最高だとか、うん、ここから抜ける映像があればこのカメラポジションが他より多ければこういうことができますよっていうのを作ると、うん、その現場で楽しいで中継で楽しいっていうこの2つを合わせ持ってるとお客さん集まるよとか、このリーグの魅力っていうのは伝えられるよっていうことで、残念なスタジアムってあるんですよ、うん、
中継していてもここのカメラポジションからだと引きの絵しか撮れないから、そうですね、確かに戦術的には面白いかもしれないけど、うん、迫力はないね、うん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 、っていうのになるとやっぱ面白さを伝えるのがなかなか難しい、うん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 、スイッチング以前の問題ですね、うんうん、あとはあのこのスタジアムでのゲームが終わってすぐに食事に行けるとかこうセカンドデートができるとか、うん、すぐ帰れる、はい、そうですね、うん、これあったらいいなと思いますね、うんうん、僕は C っていうのはまあやっぱり日本のスタジアム難しさあると思うんですけどやっぱり屋根が意外にあっても普通に前の方かかっちゃうとか記者席でもかかっちゃうみたいなスタジアムが多いっていうのがそれはなんとかしてほしいなっていうのとあとはまあベルナベウなんか、まあ、ちょっと今買ってる今会社工事して買ってますけど冬で寒い時は屋根に暖房がついて上からあったかい、ね、ヒーター出してくれるんで、はい、意外に冬ポカポカして見れるっていうところは、まあ、なかなかシートをねこう、うん、セントラルヒーティングするのは多分お金かかると思うので普通に屋根にくっつけてくれて上からあったかいの当ててくれるだけで冬のサッカー観戦も結構見やすくなるんじゃないかなと思っておりますけど確かにそうなんですあの、うん、僕ねオランダのウィレム・トゥエというあのチームのスタジアムに行った時に顔が熱いなと思ったんですそしたら席の上の方に電気ストーブがあってあったかいんだけど熱い確かにそれでもあった方がありがたいなっていうぐらいにまあ本当はね普段は寒いだろうなっていうふうにね思ったということありました、うん7番目ペンネーム三角形の3辺はヘロンの公式さんからいただきました、S イコール2分の1カッコ A プラス B プラス C カッコ閉じるというですね、3辺周りから面積を求める公式はペンネームの方なんですが、お二人はスペインが好きだと思いますがスペイン史世界史はお好きですかという質問です興味あるんですよそんなちゃんと勉強したことないです僕は、うん、僕ねあのスペインのね伝説幻想文化ちょっと面白いなと思っていてあの西流社っていうところからスペイン伝説集とか前出たんですよ、うん、でこれアラゴンの伝説とかカスティージャとかナバーラとかトレダというところでこんな奇怪なことがありましたっていうような、うんその幻想文学なんだけどそこからまたこう思いを馳せたりするねこうスペインの文化って面白いなって思ってるんで、うん、これをおすすめしたいなと思いますさすが倉敷さん博識だないやもう余計なことばっかりまあでもサッカーから入っていくとね地理だったり世界史だったりいろんな、ね、学問に横つながりでいけるじゃないですかそうですそうですこれが素晴らしいですよねだから別に世界史から入ったりスペイン史から入るとちょっとなっていう尻込みするところがサッカーで興味持つとあねこうまあ、ラリーガもいろんなクラブあるのであこの地域ってこういうあれコンキスタって何とかっていうところからやっぱ入れるじゃないですかでグラナダね残念ながら降格してしまいましたけど、まあ、そこがアルハンブラ宮殿あるところかとかっていうところでいろんなことを知れるっていう意味ではいやなかなか勉強につながるいいスポーツなんじゃないですかフットボールはだからそれこそヘロンの公式で、うん、こう三角形の3辺それぞれが関係なさそうに見えるところをこうなぞって数字測っていくと全体の面積が分かるよっていうところに行き着いたりするっていうところが面白い、うんねうん8番目ペンネーム、パラドンさん、パラドーンさんからいただきました、倉敷さんや小沢さんのように豊富な知識と聞く人の耳を癒してしまうほど美しい語彙力言葉選びを身につけた大人になりたいです読んでいて恥ずかしくなりましたがどうしたらそんな能力が身につけられるのでしょうかということで、ちょっと褒めすぎな感じもしますそうよでも僕は確かに倉敷さんにそれを聞きたいです僕はねあれですあらゆることに絶大な興味をまず持つこと、うん、それと一方で、ほとんどのことをどうでもいいと思えるってい う, こ う, こう能力を身につけるといろいろなことができるよそうすると一つのところにとどまらないで他に行くことができるでも、うん、あの一つのことが好きなことをまた思い出して戻ってくると2回目3回目っていうのは知識が深まったり高まったり他の人に教えてもらえることがあって、うん、これが自分の中に蓄積していくとするとあこの言葉素敵だな線を引いておこうと本に線引くじゃないですか、うん、その本がまた次の本が来て重なって見えなくなるけども整理するときにまた引いてみるとあこの本好きだったんだって言って、うん、ここに線が引いてあるっていうことによって記憶ってこうさらに上書きされて覚えていくっていうことによって溜まっていくものが
多いのかな、うんうんうん、好きなものを身の回りに置いてそれをこう繰り返し見ていくっていうことによって、うんうん、広がりとそれからこう内容の深さっていうものは出るんじゃないのかしらって僕なんか思いますけどね。そうですね、確かに人間忘れやすいんで気に入った言葉はこの言葉使いたいなと思っても、はい、すぐ忘れちゃいますもんね。だからなんか線引いたりメモに残しておいて繰り返し思い出したりとか、はい、実際に使ってみる。だからまあそういう意味ではなんかアウトプットの場があるといいのかなっていうふうには今思いました。そうそう、確かにそうですね、うん、口に出してみること、それから手を使って書いてみることっていうことがこう大事で、こう貯めようと思ったらたまらないから、うんね、頑張って初めから貯めようと思ってると辛くなるから、そうですね、すぐにやめたりとかでまた思い出してやるっていうことの繰り返しっていうようなものが生活の中で少し長いサイクルとかスパンの中であるとやれるのかなって僕なんか思いますけどね、うんうん、倉敷さんいつもおっしゃってるようにね、こう自分の身近な人にこれ知ってるみたいなんでそこを任せてあげてあげればいいんじゃないかなと思いますね。はい、今回も収録の前にねトップガンマーヴェリックの話を長々とさせてもらって、ね、はい、ぜひ見てくださいね。そうですね、はい、見ます。はいはい、9番目です。ペンネームりょうくんサッカーさんからいただきました。倉敷さんと小沢さんの丁寧で分かりやすい解説や YouTube の配信が大好きです。自分は最近サッカーを見始め、そんな2人の楽しそうな時間しか拝見していないのですが、2人の下積み時代の辛かったことや苦労したお話もぜひ聞いてみたいですということで、はい、これはどうでしょうか。長い時間簡潔にお答えするのは難しいですね。それだけ苦労してるんで、ね、いっぱいあるよっていうそれだけで1時間ぐらい話せますんでそうですよね。まあでもね、僕の場合は本当に何もないところでスペインに行って、まあ、5年暮らしましたけども、まあ、ギリギリ、まあ、ジャーナリスト活動を、ね、スペインからしたんで、まあ、そんなに華やかな道でもあらかじめ用意されてた道でもなかったので自分で作っていくしかなかったんですけど、まあ、その分、まあ、振り返ると苦労ではないんでしょうけど、まあ、なんかもがきながらやったなというところはありますんで、まあ、そういうところも含めて、ね、こう自分で受け入れて出ていったと。だからまあなんかをこう、うん、まあ今の時代好きなことや仕事にした方がいいですよとかいろいろ言われてると思いますけども、まあ、確かに好きなことを仕事にできると幸せであると思いますし、後々振り返ると苦労が苦労じゃないとか努力は努力じゃないみたいな感覚には落ちるので、なんか没頭できることを見つけてすでにあるんであればそれをねこう貫いてみるとか、あとは僕いろいろね倉敷さんにも言ってますけども、長く続けるにはどうしたらいいかなとかいうことは本当にずっと考えてきたので、まあね、サッカーだけにしがみついちゃダメだよっていう意見もあるかもしれませんし、何かね自分の好きなことだけにしがみつかないでいろんなことやるっていうのも重要だと思うんですけど、まあ、なかなかいきなり僕はジェネラリストにはなれないなと思ったので、まあ、この道なら、うん、小沢一郎って言ってもらうような道を、あるいはねこう領域を作りたいなと思ってしがみついてきた派なので、まあ一つのことでなんかそういうものができれば、なんか少しずつ広げることもできるかなっていうスタンスでは仕事をしてきましたので、まあ、その辺が苦労といえば苦労なのかなと思います。ぜひその辺の詳しい話はラジオクラッキーで収録しておりますすいません、あ、やりましょうやりましょう、小沢さんの話聞いていただきたいと思います。まあ、人生はね砂鉄の連続だ、毎日だっていいことも悪いこともいろいろあったりするけれども、例えばこういう動画でも見てくださる方がいらっしゃるとやっぱ頑張れるし、うん、このために動画準備してくれたりとか後から編集してくれるスタッフがいて、うん、そういう人たちの顔見ると僕ら頑張ろうかなっていうふうに思うというところがいっぱいあるわけなんですよね。こう苦労って絶対あるけど、遠回りの文化っていうことを僕はどうしてもこう推奨したい派なのでありまして、うん、自分の人生は絶対失敗ではないんだと思うのは、うん、長い時間かけて証明していくしかないので、嫌なこと辛いことは誰でもたくさんあると思うけど、それを何かにこう変換していくっていうことも自分はできるんだっていう、それが失敗の人生ではないんだっていうことの証明になると思うので、僕はアナウンサーになってサッカー喋れるようになるので10年かかってる、うん、10年間サッカーに出会えなかったっていう状況の中で、放送局入るのもこう苦労してるし、いろんなこといっぱいあるけど楽しいですよ今、うん、本当にこうしてね皆さんに語りかけることも楽しいし、小沢さんにたくさんの話聞いて教えてもらうことも楽しいし、毎日ちょっとずつ知識増えるのはその楽しいと思うので、こう下積みって大事、うん、そこは分かっていただけたらいいなというふうに思いますけどね、うん、はい。最後の質問です。ペンネーム、備えもんさんからいただきました。
僕そのあえもん、サッカーとは関係ない質問です。やる気が起きないときはどのように対処されていますか、ご自身のモチベーションコントロール方法があれば教えてくださいということ、うん、本当に人生相談みたいになったのね今日今回のって。はい、これは結構フリーランスというか会社員ではない我々あるあるだと思うんですけど、僕はできるだけモチベーションで仕事のパフォーマンスが左右されたり上下するのが嫌なんで、もうなるべく習慣ルーティーンを組み込んでます。もう朝からやることが決まっていて、そのルーティーンを淡々とこなしていくと、朝何時に起きてご飯食べて子供送って家の掃除してお風呂洗ってみたいなところから、なるほど、もう毎日やることを決めて、でこの時間に仕事、まあもちろんね打ち合わせとか収録でやることちょっとは変わりますけど、うん、基本的になんかもうやることを積み重ねていくと勝手にエンジンが徐々にかかっていくので、ね、うん、まあ、あんまりモチベーションであるいは感情が僕起伏することも本当にないの で最近一番大事にしてるのは僕は睡眠なので、睡眠削ってまで仕事はしない、夜深くまで仕事はしないと思ってるので、うん、確実に睡眠時間を確保してしっかりと、パフォーマンスを発揮するっていうのと、あとは結構やっぱ、アスリートとかサッカーもそうですけども、スポーツ選手のに関わる仕事としてると彼らのコンディショニングとか、日頃の食生活とかっていうところまで知れるので、それは自分の生活に生かしてます、うん、本当に転用できるので、まあ、そんな彼らほど筋トレできないですし、彼ほど食事の、ね、こうこだわれないですけども、やっぱり人間がいいパフォーマンスを発揮するためにはっていう目線で言うと非常に有効な勉強になるようなやっぱり領域ですから、そういうところも参考にされたらいいのかなっていうところなので、まあ自分で自由にいろんな裁量で仕事の時間も仕事の内容も決めれる分、できるだけそういうなんかもうルーティンワークで、で本当にモチベーションが湧かないな、試合見たくないなと思ったら、あの事務処理します。レシートとか領収書の整理をします。なのでそういう、そういう事務処理で、あの、まあ、作業することで、徐々になんかやってるとね、勝手になんか、徐々にこうエンジン上がっていくので、まあ、そういうふうにはしてますかね。じゃあ僕は不健康な生活しかできない人へのアドバイスをします。体にいいこと、心にいいことが足りなくなったら必ず補給すること、うん、もう自分今日嫌なことあったからいいことするんだって、楽しいところ行くんだっていうところをたくさん見つけておかないと、うん、モチベーションのコントロールって難しいと思います。で、嫌になったらやめちゃえる環境というのができれば作っておくということです。嫌になって怠けていて、怠けるのが楽しいなと思っている間は怠けててもいい。でも怠けることって飽きるんですよ。怠けることにも飽きる。そしたら頑張って仕事をするっていう形のこう、ね、見張りをつけるっていうかな、そういう形も、もし生活に余裕があったり不健康な生活しかできないんだっていう人は参考にしてくれたらいいかなと思いますけどね、あんまりストイックなのは良くないと僕は思っていて、嫌だったら逃げちゃえっていう僕は意見です。その代わり嫌なところから帰ってくることもちゃんとしなきゃいけないよっていう形で、自分はこんだけいいことあったんだから今度は誰かのために返してあげなきゃいけないよっていうところは心のどこかに置いておいて進めていった方が、いろんな部分が周りも含めて健康、自分が健康でいるためには周りが健康でいないと健康な環境ってのは絶対作れないですから、こういう自分自身の周りの環境を作っていくということもモチベーション上げたり下げたりするということに重要なことなんじゃないかななんて思いますけど、どうでしょうね。いや、おっしゃる通りですね。はい、ということで、サッカーキング、2020年11月以来の質問コーナー、また機会があったら、やろうと思いますけど、本当にね、あのたくさんの方が来てくださったんで、改めてお礼申し上げます、ありがとうございます。ありがとうございました。今回もご視聴いただき本当に感謝しています。ぜひチャンネル登録評価もお願いします。感想コメントもお待ちしています。ということで、全てに完璧な答え、コメンタリスト小沢一郎さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。皆さんお元気で、のすべもす、チャオ。